陽子の部屋ようこそ。今日は八王子高尾ピアノ教室朝岡直子先生にお越しいただきました。先生今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、八王子高尾ピアノエレクトーン朝岡音楽教室の朝岡直子です。よろしくお願いします。先生の教室は本当に地域でも珍しい舞能教育を取り入れた音楽教室ということで注目を浴びてるんですけど、舞能教育何歳ぐらいからこう入れるんですかね。今七田チャイルドアカデミーが、はい、音楽教室向けに始めた七田ドレミコースというのを始めました。はいはい、そちらは、0歳から3歳までのリトミックのコースになっています。なんでそこ0ってそのちっちゃい時から入るんですかね。聴覚が発達するのは、はい、9歳までと言われていますが、うん、なるべく早い時期の方が、うん、つくのが簡単につくんですね。なので、うん、本当はもうお腹の中にいる頃から始められると、ね、本当に素晴らしい子が育つと思うんですけれども、本当に少しでもね興味のある方が早くその聴覚の柔らかいうちに、ね、連れていらっしゃると先生のところで本当に可能性が開くということなんですけど、ピアノコースは何歳ぐらいから。ピアノは一応3歳から、はい、入りますけれども、うん、七田と並行して一緒にやってらっしゃる方もいらっしゃいます。なるほどね。先生 の教室はそのピアノ教室の方もすごく弾くだけじゃないとお聞きしたんですけど、どういうことに力を入れてるんですか。私自身が歌を好きなのですごいオペラ歌手でオペラの合唱団に入ったり、あとソロでも歌ったりしてますので、子どもたちにもやっぱり歌心って何の楽器を ねやるにしても大切だと思いますので、必ず最初の5分間ぐらいは歌を歌ったりしてます。すごくバランスいいですよね。チーク、右脳のようなチークにも力を入れ、弾くことにも力を入れ、またそして歌うことに本当にバランスのいいね補強していらっしゃるんですよ。高尾八王子でピアノ教室、また右脳、ね、の, その音楽的な右脳の教育をお探しの方はぜひですね、浅岡先生の教室の方にお問い合わせくださったらと思います。八王子高尾ピアノエレクトーン朝岡音楽教室ではただいま生徒さんを募集しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。はい、よろしくお願いします。はい。